はいみなさんこんにちは。玉木うちろうです。いつも玉木チャンネルご覧いただきありがとうございます。この前ですね、ショート動画でハニートラップのことをやりました。私はハニートラップ引っかかったことないんですが、ただ実際にこれハニートラップの一つの事例ではないかなという話を今日はお伝えしたいと思います。玉木チャンネル。え猿、ー、2月の21日にですね、 まあ、一つの事案があ、まあ、書類送検されたんですけれども、これはですね、えー、コロナ対策の持続化給付金を騙し取ったということで、二人の中国籍のお人がですね、えー、まあ、対象になったということなんですが、これなんとそのうち一人はですね、自民党参議院議員の元秘書だったということで、ちょっとあれということで、非常に話題になっているわけですね。で、この元秘書さん、中国籍のお女性ですけれども、まあ、議員会館の通行証も持っていたと。 で、この通行書って何かというと、皆さんちょっとよくわからないかもしれませんが、ここは衆議院第一議員会館なんですね。で、参議院の秘書、あの、議員の秘書のですね、えー、として、この議員会館の通行書を持ってると、参議院議員会館のはですね、もう出たり入ったりし放題なんですよ。まあ、ある意味そこでですね、いろんな情報にもアクセスできるということで、これは非常に重い話なんですね。 さらに、この日本復讐総会の元常務理事ということなんですが、このですね、復讐総会も福建省ですよね。福建省の、まあ、を代表するような総会って名前がついてるんですが、ここがですね、実は、中国の秘密警察の拠点ではないかと。外国においた秘密警察の拠点ではないかということでですね、まあ、だから、 警視庁の公安部の外事二課も追ってたということだと思います。で、この秘密警察拠点についてはですね、実はここにありますけれども、スペインのですね、セーフガードあのディフェンダーズという NGO がですね、リポートを出してまして、あの、イギリスの BBC も報じたんですけれども、まあ、世界に54の拠点があるということで、例えばまあオランダとかアイルランドはですね、こういったまあ拠点についてもう違法だと、 いうふうに、えー、もう批判もしているわけですね。で、これ何で問題かというと、いろんな理由で、まあ中国は、まあ、言論統制したりですね、いろんなことをしているので海外にこう、まあ、あの、逃げたり、まあ、身を隠したりしている人もいるんですが、それもまあ追っかけていくとかですね、まあそういう意味では警察権の行使を生きがい、国外にも及ぼそうとするということで、これは非常にまあ、 ある種、日本からすると、外国からすると、主権の侵害に当たるんですね。で、そういう海外拠点の、まあ、役員をしていたと。で、その役員をしていた人がですね、え、なんと日本の国会議員の秘書になって、議員会館をもう入り放題、出放題と。いうことになってたとしたらですね、これは非常に国益に関する、極めて重大な問題と。 ということですね。で、まあ、この、週刊誌でも一応報じされてますが、まあ、美人だということ。<laughs> まあ、私写真見たことありますけど、まあ、確かに美人な方なんですが、それが、まあ、この、自民党の参議院議員に食い込んでですね、まあ、M 議員と書きましたけれども、この、ぜひ、この M 議員はですね、どの、どんな形でこれを秘書として雇って何を任していたのか。例えば、私もそうですけど、この議員会館にですね、 役所の人来てもらったり、役所の人来てもらったりして、秘書が同席してると、まあそこでまあちょっとね、その微妙な話、法案の話、えー、他の人が知り得ない話をこう、前もって知ることができたりするので、そういうものがもし仮にですよ。これはまあ断定するわけにはいけませんけども、この秘密警察拠点の一つである日本の組織の、えー、まあ役員であって、それが秘書として日本の国会議員に深く浸透していたとしたらですね、 情報が漏洩するした、ま、すでにしている可能性も、まあ、あるわけでありますね。で、まあ、これはま、あの、報道によるとですね、えー、この秘書さんの力でですね、今までま、1000万弱ぐらいしかパーティーやってもですね、売り上げなかったのが、ま、2.5倍になったと。で、その多く中国人の方もですね、パーティーに来ていたということなんですけども、それ見てね、やっぱりあの、外国人からの献金っていうのは我々政治家、国会議員禁止されてるんですけども、 パーティーだったら外国人に売れるんですよ。で、その結果でも入ってくるのも同じですよね。だから外国人献金の迂回ルートにパーティーが使われる可能性があるんですが、その売り上げ、まあ一人二人ね、まあ入っていたらまあそういう人もいたのかななんですけど、そのもう多くが中国人が来てですね、それで売り上げを上げていたということになると、外国人からの献金の禁止規定の抜け穴になっちゃってるわけですよね。 でそうなるとやっぱ外国からの影響をですね、受けやすくなってしまうということなんで、やっぱり外国人のパーティー権の購入をやっぱり規制すべきだということを、まあ、この事案も見てですね、改めて思いましたね。あとは今、まあ、この国会のですね、重要法案の一つであるセキュリティクリアランス法案ですね。国家の重要な、ま、機密に関する情報にアクセスする、 会社及び会社の従業員についてはですね、大丈夫な人かどうかをちゃんとチェックするという、まあ、そういうセキュリティクイアランス法案というのが今回出てきます。まあ、高市大臣が中心になってますし、我々もですね、これやるべきだと。例えばまあ、民間企業や共同開発をですね、まあその、特に日々に触れる、まあ軍事関係、宇宙関係のですね、えー、まあそういった技術開発とするのを他国とやる場合、あるいは同盟国とやる場合にですね、 そういう大丈夫な人じゃない人が入っていたとしたら、情報が漏れますよね。あの、だからそういうことはないように、この人大丈夫ですよ、ということをですね、証明する、まあ、セキュリティクリアランス法案っていうのが今回出てきますが、このセキュリティクリアランス、まさにこういうことがあるのであれば、国会議員にも求めなきゃいけないんじゃないかと。あるいは、まあ、あの、国会議員もそうですけども、そこでやったお秘書さんについてもですね、 えー、本当にその機微な情報にアクセスしていいかどうかということについての最低限のチェックもやはり必要なんではないのかなということで、まあ、こういった議論ですね、セキュリティクエアンス法案の法案審議の中でもですね、しっかり取り上げていき、我が国のあの大事な情報、特に国家機密に関わるような情報がですね、外にやすやすと出ていかないような防御を固めることは必要だということを、まあ、この事案からもですね、伺い知ることができます。 まだこれ全容分かりませんけれども、ぜひ、あの、警視庁を含めですね、えー、捜査当局においては単なるこの詐欺事案ということではなくて、国会の中枢にまでですね、それがあ及び得るという現状があるんだということをですね、認識した上で対応していかなければならないと思います。はい、今日はですね、まあ、ハニートラップというかですね、やっぱり外国の影響をやっぱ受けやすい あるいは、受けないためにどうするのか。まあ、こういったことについてのですね、えー、お話をさせていただきました。え、それでは、たまきチャンネル登録、お願いします。